ラサリーリョデトルメスの生涯及びその幸運と不運は16世紀のスペインで出版された作者不明の中編小説。仮想階級出身で社会規制的存在を主人公とし一人称の自伝体で語られる写実主義的傾向を持ったピカレスク小説と呼ばれる小説の形式で書かれており同時に最初のピカレスク小説とみなされている。また、 スペイン文学者の長男実は、ラサリーリョでトルメスの生涯について、ピカレスク小説の最初の最高の傑作と表している。あまり自慢にならない両親の間に生まれた、主人公ラサロという少年が親元を離れ、盲目の男をはじめとした、様々な主人に仕えるといった話が第7章まで、一人称の自伝体で構成されている。スペインの繁栄の陰で、飢餓や貧困に苛まれる、 底辺社会の実装をペシミスティックに表現している。2014年現在、現存する最古の、ラサリーリョデ・トルメスの生涯の版は1554年に、スペインのアルカラデ・エナーレス、ブルゴス及び、ベルギーのアントウェルペンの3つの都市で出版された3種類で、あるが、これらのうちアルカラデ・エナーレスで出版された版には、新たに造語せる、第2版と記してあることから、 1554年よりも古い版があったことが推定されているものの発見には至っていない。ラサリーリョでトルメスの生涯はピカレスク小説の講師となり、それまでスペインで流行していた理想主義的傾向が強かった騎手道物語に対するパロディや反動として、主に16世紀から17世紀にかけて階級を問わずスペインで大流行した。また、 スペインにとどまらず1560年にはフランス語訳で出版され、1576年には英語訳で出版されるなど、ヨーロッパ全土に流行をもたらした。主人公のラサロは、サラマンカのテハーレスという村の出身で、父、トメゴンザーレスと母、アントーナ・ペレスの第一子としてトルメス側の真ん中で生まれる。しかしラサロが8歳の頃、父が窃盗の容疑で、 逮捕されて、母一人の手で育てられていたが、ある時盲目の男がラサロを手引きとして引き取りたいと申し出、ラサロは親元を離れて、盲目の男の下で使えることとなった。それ以後、第七章まで一章ずつ様々な主人に、ラサロが使えるといった話で、物語が展開される。全体の構成、ラサリーリョでトルメスの生涯は十六世紀から十七世紀にかけて、 ヒカレスク小説の原型となり、多くのスペイン市民に人気を博したが、教会に対する批判的部分が、スペインイタウン新聞のキーに触れたため、一時的に、禁書目録として1573年に第4話と、第5話の一部分を削除した、処刑されたラサリーリョが出版されていた。しかし、その勢いは止まらず1560年には、フランス語訳で、1576年には、 英語訳で、1579年にオランダ語訳で、1617年にはドイツ語訳で、そして1622年にはイタリア語訳で各地に出版された。ラサリーリョでトルメスの生涯の作者について不明であるが、このことについては、異端審問で訴えられるのを恐れたためと不明で出版したか、その他の動機があったなどと推定される。なお、 スペイン文学者のクアナ・カズヒロは作者について、ユダヤ教かイスラム教から改宗した新キリスト教徒とする説と推定している。作者について、18世紀の初めこそグラナダ戦記を表した、スペインの歴史家ディエゴ・ウルタード・デ・メンドーサが暫定的に作者とされ、メンドーサ名義で出版されてきた版もあるが、19世紀末になるとメンドーサ説は完全に消え去った。 また、同国の装飾にあった、フアンデオルテガという人物が書いたという説もあるが、定かではない。スペイン文学者の間よりは、ラサリーリョ・デトルメスの生涯について、スペインの司祭フアンルイスが表した、良き愛の書と百4 9 9年に発刊された、同国出身の作家フェルナンド・デロハスが表した、ラ・セレスティーナの影響を受けていることは明らかだと指摘している。 ラサリー・リョ・デ・トルメスの生涯はフランス語訳や英語訳に訳されヨーロッパに大きな影響をもたらしたがその後スペインでは従来の騎士道物語や牧人小説からピカレスク小説に人気が移っていく。同国の作家マテオ・アレマンは1599年にワルモノ・悪者グズマンでアルファラーチェの生涯の第一部を表し1604年に第二部を発表した。また 同国出身の作家で、スペイン黄金世紀に活躍した、フランシスコ・デ・ケベードは、ドン・パブロスの生涯という作品を表し、ピカレスク小説は、ケベードや、ミゲル・デ・セルバンテスまで受け継がれた。ラサリーリョ・デ・トルメスの生涯の続化編として1989年に、ノーベル文学賞を受賞した同国の、作家カミーロ・ホセセラは、ラサリーリョ・デ・トルメスの新しい変歴という作品を、 書いており、有本の明が翻訳を担当し、講談社から発売されている。13世紀のフランスで書かれたとされる、作者不明の演劇、少年と盲人は、ラサリーリョでトルメスの生涯におけるラサロと盲目の男という設定が、前者の作品と内容が告示している。1960年6月24日から7月5日に、 かけて、ベルリンで行われた第10回ベルリン国際映画祭に、おいて、スペインの映画監督、セサル・フェルナンデス・アルダビンが監督を務めた、ラサリーリョ・デトルメスの生涯は、同年の金マ賞を受賞している。また、2001年には、同国出身の映画監督、ホセルイス・ガルシア・サンチェスと俳優の、フェルナンド・フェルナンゴメスが監督を務めた、ラスロー・デトルメスが放映された。ありがとうございます。